高校2年生の女さん、えー、女性十代、えー、YouTube メンバーシップの方ですね、えー。相談です。友達や家族と話していて、相談や説明を頼まれた時、言いたいことがたくさんありすぎて、話が飛び飛びになってしまいます。文章なら、まだしも、その場で口で説明するのが苦手です。 本当にに伝伝ええたたたいいいいことが相手に伝わらず、もどかしいです。すぜひ話す時のコツを教えていただきたいです。昔「n e ース2 3で筑紫哲也さんがですねなぜ民放のテレビはそんなカメラを変えるのか特にニュース番組ですらカメラをしょっちゅう切り替えるのかと NHK 以外民放のニュース番組というのはあのずっと話している時でもカメラしょっちゅう切り替えるこれは何でかというと7秒間の起き手があるからだと視聴者の興味は7秒間しかつ 続かないから7秒間同じ絵を写してたら、今話していることがどんなことであればみんなついついチャンネルを変えてしまうっていう,うに言ってるんですね。ずっと同じ絵だったらあの集中力が続かないのはなぜかっていうと人間は集中しすぎると緊張してしちゃうと。 あの犬がくしゃみするんですけど犬のくしゃみっていうのはあ,あくびだ犬がよくねあくびがアとするんですけどあれ犬緊張しすぎるとあくびするんですよね。で同じように僕らも緊張しすぎるとその,その緊張を脳が取るために集中力は維持できなくするっていうです、ね、脳のなんだろうな安全それをですねそのストレスを和らげるためにカメラを切り替えるっていうふうなことをやるんですけども。 だからまああの高校2年の女さんに言えるのはですねまず話すときは7秒間しか相手の集中力を持たないというのを意識した方がいいと7秒ごとに相手にボール投げる方がいいいいですつまり7秒ごとにでしょって聞いたり相手に何か言わせたりして話を進めるようにするとということはイコールですねあの7秒以内に一つの説明をまとめることにするとつまり何が言いたいのかという7秒間しか もう時間与えられないと思ってそん、そんだけしか割り切って説明しない。あのうまい漫才師見たら、漫才のやり取りで一人が割と長く喋ってるよ。でもね、七秒以上ってまずないんですよ。七秒間ぐらい喋ったら、相手の手がもう入るとか、突っ込みが入るというふうにしてないと。本当にね、あの人間というのはストレスが溜まっちゃうんですね。なので、まず7秒以内に一つの説明をまとめること。つまり、聞き手のストレスを減らす。えー、覚えておいていただきたいと思います。